アドランナーどうも、鮭を整え、鮭取り組む、鮭ということでね、本日はなんとなんと、じゃじゃーんえー、ね、魔王石が今、ゼロ個。ゴッドフェスをね <laughs>、モンスターボックスがいっぱいで、今、ゴッドフェスやってるってことも見せられないんですけども、あー、 ゴトベスね、魔法石15個あって引いたんですよ、3回。でね、あのー、もしね、3回引いて3回ともね、金の玉だったらね、大吉、2回だったら中吉、1回だったら小吉、0個やったら今日って感じでね、まあ、ガチャといえばやっぱパズルのね、この金が出た時の確率とか出た時の嬉しさって、やっぱすごいバランスいいなと思って。 来年のね、こう、運勢を占うには、こうやっぱゴッドフェスがちょうどいいかなと思ってね、意気込んで弾いた動画を撮っていたつもりだったんですが、えー、撮れてなかったです。もう朝食。実際ね、弾いた時に何が出たかというと、まず1回目は金。で、イシスが出て、で、2回目だよね。 えー、ヒュドラ、エクサヒドラっていうのが出て、まあ銀なんですよ。で、3回目も銀、ドラゴンサムライと。まあまあまあ、このね、エクサヒドラに関してはね、進化すれば強いし、威圧も使えるんで、あれ威圧のスキル上げはどうすればいいんだろう。まあいいや。で、イは強いし、で、ドラゴンサムライってこれ進化したらさ、猛毒になるの 猛毒にならなくてもドラゴンエンハンスがあるから強いな、スキルが。今思えば。今思えば。まどろみドラゴンよりもいいのかな進化した後の。まあでもこいつはリーダースキルも強いしな。まあまあまあ。そんな感じでございましたと。まあ今年ね、もうパズル始めて半年そこらかな。どのぐらいやったんだっけもう覚えてないんですけども。 まあ、無課金の割にはね、まあ、結構当たりが多かったのかなと。まあ、特に非属性がね、えー、結構いろいろ揃って育ってきてもいるのかな。まあ、そ、そこまで育ってないんだけど、まあ結構ね、いろいろ出てね、非属性に関しては、まあ、いろんなことができるから、結構ね、非属性は充実してます。 まあ、このエク,エクサヒドラもね、育っていきたいなと思いますし。でね、まあ、イシスが出たんですけども、まあ、水属性もね、サブに優秀なルカタソウもいるし、まあ、トランクスもね、もう育ちきってるし、水メタもね、まあ、徐々に徐々,徐々に育てつつ、まあ、アクアマンがいるんですけど、まあ、アクアマンを引く動画の時もね、録画ミスしたんですけども、 まあ体力タイプね、キングアワリの代わりになるかもしれないアクアリン、アクア、<laughs> アクアマン。まあ、青ソニアいるからね、結構ね、使い道はあるかもしれない。とかね、まあ、水属性も結構いろいろ小粒揃いであるんですが、木属性に関してはね、緑おでんとか、バセとかまあ緑カウンとかいるんでね、緑木カウン。まあ、小粒で言えばね、ここら辺とかも、まあまあ、そこそこ使えるのも、 いたりいなかったり。まあ、ラジバンダイなわけですが。んでね、光属性がね、まあ、この前、とアテナを手に入れたんですけども、まあ、あと強いと言ったら、聖夜ぐらいしかいないんですよ、光は。うん。まあね、一応、なんか育ってるのはいるけど、まあ、あんまりいない感じですね。で、闇もあんまりいなくて、 まあカソニーは手に入れたんでね、急遽悪魔タイプをちょいちょい育ててはいると。ね、まあカースドラゴンとかもいるんで、闇ドラパとかも作れなくもないかなとか。ね、結構闇属性のドラゴンも揃ってきたね。まああんま作る意味もないけどさ。<laughs> あーでも闇ドラゴパにすればブドウドラゴン見れるのがちょっと面白いっちゃ面白いかもしれないな。ふーん。いやー、ショックだなー。まあまあまあ。来年は小吉ということだよね <laughs>。いやー、もうね、2014年はこんなぐだぐだで終わります。ははは。 今年もいろいろ動画見てくれてありがとうございました。ここまで見てくれてありがとう。つくくまーきりらんなん動画を見てくれてれありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからのサギクマチャンネルをよろしく。たまらんな